はい、どうも、片付けです。今日はですね、まあ、巨人7選手が改めて戦力月測出たということで、まあ、それについてお話したいと思うんですけども、まあ、それについてお話したいんですけれどもっていう、お話もないんですけど、中島選手、高木京介投手、鍵谷投手、三上投手、勝木選手、あ、誰や、堀岡投手、あと一人誰や。まあ忘れちゃったんですが、思い出したら言いますね。はい。あ、田中豊樹投手だ。はい。まあ年齢的にも、30超えた選手もいれば20代の選手もいるということで。まあちょっとね、安倍晋監督になったということで、血の入れ替えをする巨人ということで、まあ中島選手もあと72本で2000本安打到達と、いうことだったんですけども、まあ惜しくもね、まあ、松田選手、中島選手、長野選手っていうのは当初ね、この3人の誰か1人がベンチに入ってっていう原監督の言い方があったように、まあ、ベテラン勢のね、争いも激しかった中でずっと2軍生活が続いてたんですけど、まあ、どうにかあと72本、2000本安打ね、達成してほしかったっていう気持ちはありますが、まあ、このまま引退するのか、現役続行するのかわかんないですけど、お疲れ様でしたということですね。まあ皆さん、まあちょっと高木京介さんがね、あの戦力外になったからすごい DM とかね、あの来てて YouTube 撮ってくださいっていう DM も多かったんですけど、まあでも、まあ賭博の件とかいろいろありましたけど、3度支配下になって、3度育成選手になって、3度支配下になるっていうのはとてつもないすごいことですしね。まあ、すごいことだと僕は思います。はい。まあ、まあ昔のことはあだこうだ言ったところでね、ね、ただただ考えたところで仕方ないんで、まあそれがね、その憎しみとかね、恨みとかに変わったところで何か生まれるっつっても生まれないので別にどうでもいいんですけど、まあ35歳か、京介さんは。まあ間違いなく、今後、球団職員にはなるんじゃないですかね。まあ、しっかり巨人に守られて、結果も残してきて、来た選手ですし。まあ、今後は、ピッチングコーチまではいかないとは思うんですけど、まあ、まずスコアラーとか、その辺の球団職員には必ず残るんじゃないかなとは、僕は思いますね。あと、鍵谷投手はワンチャンピッチングコーチあるかな、ないかな、って感じですかね。まあ、鍵谷投手もね、広報とか、そういうスコアラーとかね、の職に就きそうな気はしますね。三上投手はどうだろうな。田中豊樹投手もどうかなって感じですかね。ちょっと勝木選手をちょっとどっかの球団取ってくれないですかね。うん。まあ、守れるポジションがサードとファーストなんですけど、いいバッティング持ってるんですけどね。勝木選手はね。まあ、ドラフトも今後、まあ、今年かな。今年もすぐ始まりますけれども、まあ今年はまず即戦力のピッチャーを安倍さんはたくさん取るんじゃないですかね。その中でも中央大なんで、中央大のドラフト1位候補の何君か忘れたんですけど、中央大のピッチャーを取り組んじゃないですかね、巨人は。まあ監督が変わるっていうことは、こうやってね、血の入れ替えが激しくなるっていうことですし、まあ選手も覚悟しながら、まあ結果残したらね、何でもいいんですけどね。まあ、年齢もありますでしょうし、実力もあるでしょうから。まあ、巨人はね、中でも争いが多い球団なので、まあ、この時期になる10月っていうのはやっぱね、本当に選手も球場でピリピリになっちゃうし、まあ、今は第一段階で戦力外になりましたけど、まだまだ戦力外続くんで、ちょっと怖いところでは、怖い日々が続くと思うんですけど、選手の皆さん一生懸命頑張ってください。まあ、京介さんは、球団残って、頑張ってください。以上です。はい。それでは次の動画でお会いしましょう。野球しようよ。バイバイ。
はい、本日もカサラチャンネルご視聴ありがとうございます。この度ですね、6月1日からメンバーシップを始めることにしました。なんで始めるかっていうと、まあちょっと自分の中で価値をつけたくて、メンバーシップに入ってくださった方限定でその人たちのね質問を答えるのと、まああとオフ会をしてほしいっていう話がめちゃめちゃ多かったので、まあオフ会に参加できる件みたいな感じでやっていきたいと思います。まあ詳しくは概要欄貼ってますので、ぜひ皆様メンバーシップ入ってみてください。それとですね、今カサラチャンネルはスポンサー様がいっぱい出てくれました。イエイ。カサラチャンネル動画内でね、会社名だったりとかね、そういうのを載せてもいいよっていうスポンサーの方がいましたらですね、ぜひご連絡お待ちしております。連絡先は自分のインスタ、ツイッターの DM か概要欄にあるメールアドレスに送っていただければと思っております。まあ自分はね、動画内で背景後ろはねグリーンバックで東京ドームを映してるんですけれども、そこにもうスポンサー様でブワーってしたいんで、もう今見てる方値段も言っていただければその値段でやりますんで、ぜひスポンサーの方募集中でございます。笠原翔輝と共に動画を盛り上げてくれるスポンサーの方々お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。